巨子とは、草い地とも呼ばれ、万党以後の中国において、地方の人口密集地や、交通の要所に形成された、小規模な定期市のこと。この動きの中心であった江南地域では、主として、巨子と呼ばれることが多く、他の地域では、草い地などの様々な故障があった。律令制中国の市場は、国家権力が認めた、一定の区画以外での商業活動は厳しく、 禁じられて国家による強い規制を受けていた。ところが万陶期になると国内の秩序は崩壊して立料性も破綻を起きたすようになった。そのような中で生産力の高まりとともに余剰物資を生活必需品と交換するために人口の密集地域や交通の要所において自然的に発生したのが巨子であった。 挙手という名前のように月に数回あるいは何日かに一度の割合で市が開催されるものの、それ以外の日には文字通りの廃墟も同然の状態になったと言われている。だが、後年には開催間隔が短縮され、中には向上的に営業される市場も現れて、小規模な都市に発展する場合もあった。これに目をつけた有力な地主や商人の中には環境を整備して、 巨子を誘致して、時代を得ようとする者もいた。また、国家や地方権力の中には、巨子の支配を目的として、巨子の安全確保を名目に陳を設置する例も現れるようになる。また、逆に取引の安全の確保のために逆に陳に詩が形成されることもあり、これらの陳と結びついた死を陳死と称した。他にも有力な寺院の門前に開かれた病死が、 開かれることがあったが、一般的な挙手が生活必需品を主として扱っていたのに対して、広くその名が知れ渡っている寺院の病死には、遠方からも商人が訪れて、遠距離貿易、中継貿易の拠点となるケースが多かった。北宋以後、中央権力は地方の挙手の掌握に努めて、省税の徴収を行ったり、賃を行政区へと改祖と、 並行して、挙手の所在地を陳あるいは県に昇格させたりした。また、こうした市場を支配していた長老たちも、権力と癒着してその一角に食い込むことを期待して、そうした動きを強く支持した。こうして、再び商業に対する国家の介入が強まり、中国の都市の発展に政治的な枠がはめ込まれるようになっていった。以後、中国商業は、 時代が降るにつれて盛んになるものの近代までこの基本的性格は改まることはなかった。ありがとうございます。